熊沢川流域にある。また、手前には、前森がある。麓あたりから、八幡田平尾に泉里となり、さらに奥地は、戸和田八幡大国立公園となっている。昔は、この森の奥地は人を寄せ付けないような原生林に、覆われていたが、わずかにまたぎたちが分け入ったり、稀に、仙北地方との交流もあった。江戸時代以降は、 この付近の森林を伐採しておさ、沢鉱山へ新旦を供給した。半政時代、これより、奥地はいわゆる、留山として、入山禁止となっていた。森岡藩では、江戸幕府の養成により、おさ、沢鉱山を繁殖へとして、同鉱石を採掘しており、採掘した鉱石のうち生鮮したものを、粒状に砕いて、釜に入れ、 木炭を燃やした熱で鉱石を溶かして、鉱道を生産していた。これらは当時、日本国内には、銅の精錬技術がなかったため鉱道のまま、オランダなどへ輸出されていた。鉱道の生産には木炭を大量に必要としたので、ハンでは、現在の数の地域や岩手県八幡大市のうち、米城川の上流域にあたる奥地を、止め山にして、厳重に管理し、 木炭や、その他の薪木及び鉱木などの供給源としていた。後森の西側山麓には東トロコ温泉などがあり、観光地として賑わっている。ありがとうございます。